皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。僕はいつも通りひたすらグダグダして、もう1年分くらいはグダグダした気がします。胃腸が弱いので食べ過ぎることはあまりないのですが、その分飲み過ぎてしまってお腹を下す、それが僕の毎年のルーティーンですね。この自転車は僕の長距離サイクリング用のメリダビッグナインです。先日ダートジャンプ号をきれいきれいしたので、たまにはこの子も掃除してあげようと思った次第でございます。このチェーンはコネクティングピンで止まっているため、簡単に取り外すことができません。なので今後の掃除のことも考え、アウターを一コマカットしてクイックリンクに取り替えます。コネクティングピンがおそらくこれなので、これ以外のところ適当にその1コマ横をカットしていきます。安物チェーンカッターだからか、切るとき毎回めちゃかたです。いつも金剛力士像みたいな顔してカットしてます。2箇所カットしてインナーが2個むき出しになったら、クイックリンクで接続できますので、掃除の後で接続しましょう。掃除開始当初の予定はダートジャンプ号を掃除した時と同様、クレ556で洗うだけの予定でした。いつも通り556をスプレーしてブラッシング。コマの中の汚れは歯間ブラシでかき出して、しっかり目に556ですすぎます。3回すすぎましたがまだ黒い。そういえば先日自転車屋で特別な機械を使ってチェーンの超音波洗浄をしている動画を見まして、あれ超音波洗浄機うちにもあるじゃん、ということでトライしてみます。水と洗いたいものを一緒に入れてスイッチオンすると、超音波で水が振動、水の圧力差で気泡が生まれ、気泡が破裂するキャビテーションという現象で汚れが破壊されるそうです。キャビテーションと聞くとものすごい威力を想像するのですが、まあそこは周波数によるのでしょう。主にメガネとかヒゲ剃りを洗っていますが、破損したことはないです。そもそも手で洗いにくいものを洗うのに最適とのことなので、手で洗いにくいもの代表の自転車チェーンはメーカーの希望に沿っているとも言えるでしょう、きっとね。それでは洗っていきます。少し水を入れます。そのまま洗ってしまうともうメガネを洗う気がしないので、袋にチェーンと水を入れます。これをチャポン、スイッチを入れます。なかなか良い洗浄具合ですね。ただこの白いモヤモヤは556が取れているだけな気もします。3分でチェーンが見えなくなるくらい水が濁りました。袋と水を変えて2回目洗っていきます。多少剥がれ落ちた黒い汚れが浮いていますが、期待したほどの効果はないようです。やはりちゃんとチェーン洗浄液に浸した方が綺麗になるんでしょうね。一見綺麗に見えますが、ティッシュで拭いてみるとこんな感じ。ローラー部の汚れが取り切れていないです。556ですすいで汚れの残り具合を見てみましょう。おや、思いのほか黒い汚れが出てきませんね。と思ったら出てきました。どうやら水がオイルの浸透を妨げていた時間だったようですね。徐々に黒くなっていきます。2回目のすすぎでもまだ黒い汚れが出てきます。ただこうやって集まっているとすごい汚れているように見えるのですが、
手に吸わせてみると、実はそこまで汚れてもないんですよね。正直、この KMC の急速チェーンは3000円くらいで売っているものですし、ダートジャンプ号についているシマノの急速チェーンも同程度の低価格帯のものなので、僕の場合は556線上で十分な気がします。ただね、チェーンを洗浄する楽しさが分かってきたので、次回洗う際はちゃんとチェーンクリーナーで洗ってみようと思います。556をかけた時にまっさらな556が流れてくる様を拝みたいですね。自転車にチェーンを取り付けていきます。リアディレイラーに通して、フロントディレイラーに通して、クイックリンクをつけていきます。今回のリンクは硬くて引っ張ってもはまらないので、リンクを上に持ってきて、リアブレーキをしっかり握ってペダルを踏みます。そうするとリンクがはまると同時にギアを回す力の大きさを実感できます。チェーンをきれいにしたら、あとは汚すだけです。一生チェーンを掃除することができますね。本日の動画は以上です。ぜひ高評価を押していただけると励みになります。なんだったら低評価でも参考にさせていただきます。このチャンネルでは引き続き僕の自転車に関する動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録をして次回作をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。良い自転車ライフを。